さては、天皇杯、アビースパーコアガードの九州旅です。今度こそ、そうね。勝たなあかんばい。おう、ほう、ほう。お、隊長おめでとう。隊長おめでとう。おー、いいね。トレーニング中の表情。先週のカープ。あ？なんだこの、栃木 SC へ完全移籍のお知らせ。完全移籍？はい。ということで、豊さんが、栃木へ、完全移籍することになりました。今まで、本当に、ありがとうございました。ウィニングイレブンさんの、粋な計らいによって、今週の木曜号からの在籍情報、ライフアップデートの情報が更新されなくなるらしいです。このウィニングイレブン2021っていう環境においては、豊さんはまだ、普通の人間なんです。だから、必ずこの企画だけは完走させてもらいます。今までクソお世話になりましたというテンションで、今日は NS ガチャを引いていきたいと思います。本当は欲しい選手いません、いないですけども、やっぱりこの気持ちをすぐに伝えなきゃって思って、仕事から帰ってなかなか空いてるけど、そんな全部無視して今撮ってます。まずポルトガル。欲しい選手いませんとか言いましたけど。嘘です。なんとなく欲しい。お前、当てればもう、いいです。悲観劇、もう、お願いだけ当たってくれ。今日こういう人は、クイーンだけ当たってくれんと。お前ユニフォームの色しか同じじゃないや。なんで来るとなんで逆骨ばつっとれ。左足ルメディアス左足だっけ。でもこんな逃げなかったと思う。つまり、ウソシンベお前ユニフォームの色だけしか同じじゃないやん、クラブの。え、お前も同じ色やけん、次お前来るの？おー、取れんじゃん。ルフェンディアーズ、この気持ちを癒せんのはお前だけやけんね。わかっとる？コントいかんとばい。あー、なんだこの、先っちょだけ黄色いの何？お前ロナウド？もしかして。今ね、ここに欲しい選手は、今持っとる。ロドリの上位互換って聞いたけん。こいつは、当てんといかんたい。やけん、今日はロドリば、引きたいなと思います。お前はいいな。ひどい味。誰？ロドリ右足やったや。お前誰？お前なんで言ったばっかやんけ。いらない。お前もユニフォームの色しか同じじゃないもん。なんで世界はこんなに俺に厳しいんだ。目が痛くなってきた。ロドリっぽくね、こいつ。やる。